アルコバサ修道院アルコバサは、ポルトガルのセントロ地方のかつてのエストレマデューラ州内にある基礎自治体。町は、アルコ川とバサ川に沿って成長したため、町の名前となった。2011年の自治体の人口は56,693人で、面積は408.14平方メートル。アルコバサ市の正式な人口は15,800人で、ある。 アルコバサの町は、ポルトガルの王アホンソ・エンディケスが、1147年に、ムーア人からサンタレンを征服したことを記念して、教会を建設した後に、有名になった。この教会は後に、ポルトガルで最も壮麗なゴシック式教会の一つで、あるアルコバッサ修道院へと発展した。教会内には、ポルトガル王のペドロ一世と殺害された王妃、イネス・デ・カストロの墓がある。 この修道院は何、世紀にもわたり、ポルトガルの文化を形成する上で重要な役割を果たした。アルコバサの北数キロメートルあるバターリア修道院は、他の重要な戦いであるアルジュバルオタの戦いを記念して建設されたゴシック様式の建物ものである。アルコバサの西には現在は、人気のあるリゾートで、かつては漁村であったナザレがある。南には、 カルダスダライニアの町と中世都市、オビドスがある。また北東には再建された城と共にポルトドモスの町がある。ありがとうございます。